可能性というのがあるということをお話しいたします。この一族衆の話ですけども、一番ですねよく分かるのが草加大師なんです。何だと申しますとですね、先ほどこう当主も申しましたけども、人影のですね資料って本当少ないんです。ただですね、幸いのことに、室町戦国の最初の頃に、内宮の一年期をしておりました荒木田氏経という臣下がございます。この荒木田氏経はですね、ものすごくこう筆の目な方でですね、神宮と地域とのやり取りをですね、こと細かに手紙をですね、書き残してるんですね、そのやり取りを。打ち続けを引き付けっていう資料ですけど。で、そのおかげでですね、かなり、その期間の、資料は残されているんです。で、坂内氏はですね、私の研修ではどうも、新三国の中でも特に渡来軍をどうも文章をしていた。ですから、神宮とですね、やっぱり近いですので、坂内の、資料は結構残されているんですね。で、そのですね、証拠としまして、いくつか挙げていきますと、8番の資料をご覧ください。では、先ほど申しました、氏経さんの残しました、氏経経を引き付けという資料です。で、この中でですね、これは、まさかに、これは、三政、本来は三政の、奉行人だったんですけども、頼朝の時にですね、ずっと奉行人をしていた人物ですけども、彼から出されたやつで読んでいきますと、山田米屋を標本として、去る23日、玉の市町へ攻め来たり候。